って奥にセーブポイントがあったっけ、あるだ見えたような気がする。セーブポイント行ってあそこチャレンジするか。 頭ぶつけんじゃないこれ。着地点が大きい方がいい。あー死んじゃったー。まあすぐそこだからね。すぐそこ、すぐそこ。ジャンプがね、ジャンプじゃなくて、ジャンプよりも掴む方がいいかもしれん。こうやって掴む方がいいんじゃない。あー行っちゃった、そのまま行っちゃった。まあ、あれはねちょっとやるか。もうセーブポイント近いしここで終わらせちゃおう。こうノーダメージでいきたいな。できればノーダメージで終わらせたい。鍵は使いたくない。うまくいかなかったらね、もうこれダメだ。あ、よし。まあ、フル回復するには間違いない。鍵あといくつあるの？ 7 あるの？まあ余裕だろう。やっぱりセーブポイントがある。だがそこまでたどり着くのが、よし！よし！ああ失礼。どうするんだろうこれ。下の下にアイテムあるな。あ、しまった。ね、この下にあるこの壊せる箱、一つは治療薬、二つは銀貨だった。今のところいらないかな。あとで取りに来れたら最高なんだけどね。とりあえず今取っておこう。大高かな。うわあ、危な。距離は、距離はもうボタカで行った方がいいかな。で、ここからセーフポイントまで飛べというのか。なんだ。いや、ビルボは飛ぶ意思を示さないぞ。飛ぶ意思を示したりはしない。セーブポイントまで飛べと。あそこまで飛べるのか。ビルボ骨折するんじゃない。無理だ、ダメだな。こっちに飛び移れます。よし。おい、クロイヤを持ってるのか。ああそうだ、もしお前がここから消えないなら俺がこいつでお前を突き刺してやる。とっとと消えせろこの野郎。へへ。紐が伸びてきた。あー今取れるわ。新しい武器はないのか。解毒剤か。解毒剤だな。
なんかいろいろアイテムあんな。めっちゃ買ったのにさ。これも作者のあれか、作戦か。ここまでギリギリでなんとかかんとかアイテム消費しないように来て、それでちゃっかりここでたくさんアイテムが取れるようにしてるみたいな。なんでこうしたんだ。あ、反対側行けるな。ちょっと待てよ。反対側行く前に一回降りるんじゃない。ちょっと待てよ。回復剤とかが俺欲しいんだよね。死ぬんじゃねえこれ、骨折して。大丈夫かな。よし、動くんじゃないだろうな。大丈夫か。よし、アイテムが欲しい俺は。危ねえ、間違えたよ、飛び損ねたよ。普通のジャンプ、ノーマルジャンプで反対側には行かずに先にこれを取りたい。そこの1個は回復剤、治療薬、あれは治療薬。今のところいいや、取らなくて。どこも落ちたらなんか死にそうな感じだな。大丈夫か、ビルボー。死にはしない、ダメージもなし。次反対側に挑戦だ。あれ、よし、一回セーブしようかな。一回セーブしようか。うっつ、危ない。普通のジャンプでいけるな、多分。よし、ベルトジャンプ。よし、よし、ここは使わせてもらおうか。怖いわ。あうー、これは普通のジャンプか。いや、俺には、俺は安全をついて。よし、このボタンはなんだ。開いた。え、下が開いた。下が開くことで何か意味があるのか、お前。そう、あ、なるほど。倉庫から出れるのか。倉庫から出れます。倉庫から出れるな。一回報告か、報告しに帰るか。いや、ここに行く必要ないか。開いたんだから、こう行けばいいんだよ。もう特に用はないはず。黒い矢を持っていた。何を企んでいるのか。リングシュバーにはマロックという名の年取った泥棒がいる。彼は辞めてもう何年にもなるが、今でも多くの泥棒を知っている。彼なら泥棒の隠れ家を知っていると思う。何か泥棒について教えてくれるかもしれない。うお、また HP が上がるぞ。さあ、どこだ泥棒。年寄りの こいつか。マロックさんですか。なぜわしの邪魔しに来たんだ小さいの。